アミンチュバーチャルお花見2022年春、滋賀県内各地の桜の様子をお届けします。近江八幡市八幡堀、お堀に沿って桜並木が続いています。八幡堀は時代劇のロケ地としても知られ、タイムスリップしたような雰囲気が漂います。お堀沿いを歩いて散策したり、屋形船に乗って優雅に過ごしたり、この季節ならではの楽しみ方があります。2022年4月1日から新しく夜のライトアップを開始。桜の時期だけでなく、季節の変化とともに照明デザインの演出を楽しめます。